私は常盤心です。年齢は17歳で高校3年生です。私は1年前に、愛知県からこのバーナビーに留学に来ました。バーナビーは私本当にバーナビーが好きで、っていうのも結構街自体は自然豊かで、なんか人もすごく優しくて穏やかで、でもバンクーバーがとても大きい街で、バンクーバーまですごい便利で電車で1時間ぐらいで行ける、本当に住みやすい街だなと思います。でなんかバンクーバーも人気だと思うんですけど、バンクーバーよりももっと空気も綺麗で、公園とかもたくさんあって、そうですね、退屈しないけどそんなにうるさすぎない、すごいいい街だなと思います。バンクリークはすごいいい学校で、中でも好きだったのがレオクラブっていうリーダーシップのクラス、リーダーシップのクラブが学校の後にあります。毎週金曜日にミーティングがあって、でボランティアに参加したり、なんか行事のイベントとかの準備をしたりします。私はそれを通していろんな人に会ったり、いろんな体験をしたり、たくさん友達関係も増やすことができて、すごい入ってよかったなと思います。クラスは私日本語のクラスのピアチュータリングを取っていて、なんかこう先生のサポートをするみたいな、テストを作ったり採点したり、なんか会話の練習の相手をするみたいなことをしてたんですけど、それがすごい楽しくて、初めはやっぱり生徒でも先生でもないから緊張してたんですけど、生徒がみんなこう日本のことを好きで日本語を勉強しようっていう思ってくれてる子たちに質問に答えたり、なんかこうどうしたらもっと日本語をちゃんと学べるかなっていうのを考えて教材作ったりするのがすごいいい経験になりました。留学に来て最初は誰に声かけていいかもわからないし、話しかけても通じるかわかんないしと思ってすごい不安だと思うんですけど、カナダの人はみんなすごい優しくて、なんか日本人差別とかも全然なくて、むしろ日本人って知ったらすごい優しくゆっくり話してくれるので、自分から話しかけに行くことがやっぱり大事だなと思います。あと先生とかも待ってても来てくれないから、困ったことがあったらすぐ聞きに行くとか、直接話すのが難しかったらトランスレーターとか使ってメール打つとかでもいいので、そうやって今困ってるなってことを相談するとすごい留学自体がとてもすごく助けられると思うので、全然恥ずかしがらずに困ったこととかあったらすぐ聞くようにするといいと思います。